今日のテーマこちら、中国で10万部以上と書いてありますが、並んでいるのは実はこれ雑誌なんですね。知日と書いています。月刊誌で日本を知るという意味なんですけれども、中国の若い世代で人気を集めまして、号によっては特集によっては10万部以上売れる号もあるということなんですね。中国と言いますと反日感情を持つ人もいるという中で、一体なぜ日本を知りたい人が増えているのか、来日した編集長にお話を聞き、さらに現地でも取材し秘密を探りました。先月、関西空港の到着口に上海からの便を待つ男性の姿がありました。日本在住の中国人作家で神戸国際大学教授の毛丹青さん。飛行機を降りてきたのはこちらの若い男性。この人、今中国に広がる日本ブームの火付け役の一人です。北京の出版社に勤めていた蘇生さんは、4年前日本に住む毛さんと一緒にある月刊誌を立ち上げました。日本を知るという意味の知日、毎月違ったテーマで日本のライフスタイルや文化を中国で紹介しています。例えば制服の特集では、一般的な学生服からコスプレ衣装までを日本独自の文化として解説。他にも鉄道や断捨離に森ガールまで、流行の背後にある日本の歴史や気質を細かく取材しています。内容が政治的でないのも人気の理由です。一番売れたのは猫なんですね。これを読んでいた読者がね、こういうことを言ったんです。まあ、日本で猫だってこんなに幸せなのにと言ってね、どれだけ幸せの国だったろうねっていう、そういう感想あるんです。創刊の翌年、中国では尖閣諸島の領有化をめぐり過去最大規模の反日デモが起きました。しかし実はその時ですら知日の売り上げは落ちることがなかったといいます。これは2年前に上海で開かれたイベント。知日のブースには若者たちが大勢押しかけました。毎回買っています。日本文化を網羅しているところが好きです。一体何に興味を持っているのか、マルチョウは取材のために来日した総編集長たちに密着しました。彼らが興味津々の様子で見ているのは日本の古美術に関する資料です。中国にも似たような文化はあります。でも整理された形では残されていません。日本人に礼儀を学ぶと題したこの特集のように、もともとは中国にもあったはずの文化が今は日本にだけ残っていると感じ、中国の若者は日本に興味を持つのです。おそらく今の時代への一つのアンチテーゼというかね、我々がせっかく持っていたいい文化っていうのはね、いつの間にかが忘れられてしまったっていう。逆に見てたら日本は非常に上手に中国のものをね、保存したまま、なおかつ現代社会に進んでいたと、反省の念じゃないですかね。歴史的な面ばかりではありません。編集長らが次に訪れたのは兵庫県芦屋市の住宅街にある小さな公園です。この公園、作家村上春樹さんのデビュー小説に登場することでファンの間では有名です。日本の文化や芸術への知識は今や中国ではファッションの一部。その象徴的存在である村上さんに関する記事は、中国の若者の好奇心をくすぐると考えているのです。中国の若者は日本に深入りしたがっています。そのための手がかりが必要なのです。
その後も村上さんゆかりの場所ばかりを巡った知日の一行、読者の要望に応えるためにも有名な観光地ではないより深くておしゃれな日本を見つけるための取材は続いています。中国での日本ブームはどれほどの盛り上がりなのか、上海で定期的に開かれているというパーティーを訪ねました。鹿児島の焼酎や美味しい食べ物をたくさん用意しました。参加者の熱い視線が注がれる中、モニターに映し出されたのは鹿児島県奄美大島の美しい風景です。これは知日とは別の日本旅行専門誌が企画した読者イベントです。その最新号が奄美の特集、取材したカメラマンが現地を紹介していくのですが、新鮮なカツオを切って長い時間いぶすことでカツオ節は出来上がります。単なる観光情報では飽き足らないというおしゃれに敏感な女性を中心に、この日のパーティーには定員の3倍以上の申し込みがあったといいます。7、8回です。食文化や風景に惹かれて10回くらい行きました。自然や文化が好きです。東京や大阪で買い物なんて野暮です。マルチョウはパーティーに参加した一人の自宅を訪ねました。日本企業に勤める陳斌さん。このところ立て続けに6回も訪日しているという陳さん、家の中には日本製品があふれています。炊飯器は屋久島に行った帰りに福岡で買いました。パン焼き器もその時です。おむつはメリーズ。そして最近凝っているのが、淡くてみやびやかな色合いや花の模様がとても綺麗です。彼らは愛国教育を受けて育った世代、反日感情はないのでしょうか。日中関係は政府の間の事情です。我々市民はあまり考えません。日本を深く知りたいというのは今のところ陳さんのような比較的裕福な層が中心ですが、彼らが中国の消費や流行を引っ張っていることもまた事実です。我々が政治とか社会問題、領土問題という関係なく好奇心あふれて表現をし続けていくということをぜひ日本の若い学生にですね、してほしいと。毛丹青さんらは最近知日の存在を日本に紹介する本を出版しました。日本を知りたい中国人が増える一方、中国文化を知ろうとする日本人が少ないことを心配しているからです。知日というものが中国で売れてる、今度君たちの番だ、同じように中国の今を知ろうじゃないかというようなことをまずやってみようじゃないかというような勇気はですね、持ってもらいたい。親日でも反日でもなく知日、まずは相手を知るというこのスタンスが程よい隣国関係を築くための鍵になりそうです。知るというのは森さん実に大切で素敵な言葉ですよね。やっぱりなんかこう、反日とかいろいろあるんですけど、勝手な想像ですけどね、ちょっとなんかもうそういうところにうんざりしてる若い層だってあるんじゃないかな、もっと、カルチャー的な面でいろいろ知りたいという欲求が高まってるのはあるんじゃないですか ね、スタジオにもこの知日という雑誌お持ちしました、ユニークですよ ね、デザインも
おしゃれだし、そうなんですよね。でこれパラパラっとめくりますと、あ、そちらから見るとそこに引っかかるんですかと、観点がね、いうようなものがたくさんあるんですね。一番今見えてる白っぽく見えてるのはこれ、断捨離と書いてあるんですけども、その断捨離のやり方が便利だとか有用的だということではなくって、あ、その物を整理するというのをこういうふうにコンセプトとか哲学的なところにまでちょっとこう高めて捉えるっていうのが日本文化なのねっていうことを面白がるというね。そう、とっても素敵、情報量もものすごく多いですね。そうなんですよね、写真もねおしゃれなんですよ ね一枚一枚で。これもそうなんですけど、はい、これ和製看護っていうふうに書いてあるんですね、実は我々が、そして中国でも使われている言葉の中には、本当にね、これ見えるかな、今表紙には大丈夫っていう言葉が載ってましたけど、例えばこんな芸術なんて言葉は実は中国から来た言葉ではなくて、漢字は中国から来てますけども、日本で作られた明治時代に言葉なんですよね。そういったことに引っかかりを持つっていう、なるほど、僕らも教えてもらうという感じですよね。元祖漢字なのに ねそうなんですよ、2011年に創刊されました広告や政治的な記述はなし、編集長はなんと33歳です。若い。で売上歴代トップは猫そして漫画、猫も日本の猫が可愛いってことではなくて、日本で猫がこういうふうに愛されているという文化を紹介するということですね。料理、妖怪、断捨離と。ちなみに一番売れなかったのは暴走族だそうですけれども、はい、そんな豪もあったんですね。編集長が日本に興味を持ったのは村上春樹が皮切りだったということのようですから、ひょっと今はその特集も作りたいなというふうに思っているという、そう、編集長でございました。ちにちという雑誌について今日はご紹介いたしました。今日の特集でした。コマーシャルの後は